皆さんこんにちは、さちこです。今日はね、先に見本ができています。見てください。なかなか面白いデザインでしょ。これね、なんと100均 DIY、 全部ダイソーさんで材料を揃えました。結構素敵にできちゃった。なんでね、見本があるかっていうと、撮影でね、こう一発で作るのがちょっと不安で、本当に自分の思い描いたねデザインができるかなって、ちょっと練習が必要だったのでね、作ってみました。作ったらね、やっぱり可愛いって思ったのでご紹介に至ります。ダイソーさんにはね、よくこうアイデアを探しに行くんですけれど、今回はね、見てたらこの竹製の刺繍枠を見つけたんです。でこれでなんかやりたいって思って、材料を揃えてきました。でね、こちらの見本はもう結構ハロウィン感を強めて作ったんですけれど、同じものね作ってもつまらないと思ったので、もう少し上品な感じで作ってみたいと思います。でハロウィンって言っても、このね白っていうかアイボリーのねかぼちゃを入れるだけにして、ハロウィンが終わってもね飾れるような壁掛けにしてみたいと思います。それでは参りましょう。スタート。材料紹介です。竹製の刺繍枠は21センチのもの、アイボリーのかぼちゃのピック、葉っぱを2種類、サーモンピンクのスプレーバラ、紺色のアネモネ、レースヤーンを3色、紺色のフリルテープ、サテンリボン2色、その他道具は両面テープとグルーガンは必ず準備してください。それではベースの製作に入ります。刺繍枠の側面に両面テープを貼ります。レースヤーンを3本まとめて刺繍枠に巻き付けます。これが結構楽しい作業です。出だしの糸と合わせて最後は固結びして余分な部分をカットします。刺繍枠の表面にフリルテープをグルーガンで留めていきます。刺繍枠の裏面も同様にフリルテープを留めます。刺繍枠の表面、フリルテープの内輪に細いリボンで装飾を加えます。つまんでタックを作るようなイメージです。グルーがはみ出ないように丁寧に作業してください。枠の部分が仕上がりました。全然ね、最初の見本とはイメージが違って、またどんな感じの仕上がりになるか楽しみですね。ここにね、お花をある程度短く切ってこう配置して当たりをつけていこうと思うんですけれど、このね、こう巻いた糸が前後でこう立体になってるんですね。なのでこの糸を上手にこの利用して、こう茎をね挟み込むような感じにしてあげると、そんなにねボンド使わなくても止まってくれますので、これをね上手に利用していきたいと思います。まずは切り分けの作業からです。茎の長さは 4,5 センチ残しておきます。大きすぎるパーツは茎の長さが取れなくても切り分けしてください。さあ、挟み込んで配置していきましょう。はじめに刃物で輪郭を作ります。
見本と同じく三日月型にしようと思います。続いてお花を配置します。刃物の上に三日月型を繰り返すように配置します。今回のデザインではお花や刃物があまり枠から飛び出ない方が素敵です。ただし少しだけは枠にかかる部分があった方が枠と馴染んでより素敵です。大きすぎる刃物は思い切ってカットしてみましょう。かぼちゃは厚みがあるので半分に切って使います。大抵100均のものは発泡スチロールやプラスチック製なのでカットが可能です。満足できる配置ができたらグルーガンでしっかり固定していきます。裏面を見て茎と茎をグルーで留め付けるようにしていきます。グルーは少量で十分ですので出しすぎに注意してください。ある程度留めたら表面に戻して取れそうなものがないかチェックします。カットして出た小さなパーツも必要に応じて入れ込みます。最後に細いリボンを使って取っ手をつけます。ちょうど金具がついているのでリボンを取り付けしやすいです。このデザインには蝶々結びが似合いますね。はい、完成です。できました。全然ねイメージが違ってで仕上がりましたけど、皆さんお好みどちらでしょうか。ちょっとね背景があった方が見やすいので今お見せしますね。こんな感じ、なかなか素敵ですよね。かなり気に入ってます。うん、まあ、今回はハロウィンをテーマにしていますけれど、クリスマスでもいいですし、もっと和風のね感じにしてもいいですし、イベント関係なくね、なんかバラたっぷりでやってもいいですし、ダイソーさんにもこのリボン、例えばレースとかフリルとかいろんなリボンがありますし、このね糸もいろんな色ありました。この組み合わせ次第でね個性が出てくると思います。ぜひぜひねチャレンジしてみていただきたいと思います。100均万歳ですね。それでは皆さん、また来週もお会いしましょう。さよならー。